可愛いかよ、ありがとうございます。姉ビームにお礼言っといて、心の中で似合う、ありがとう。じゅんちゃんどうも、浜さんも明けおめありがとう。明けおめですよねこれ。うん、明けおめだ、ありがとうね。あとあみたかさん明けおめどうも。ありがとうございます。姉ビームありがとう、本当ですよ。てんさんかわいい、ありがとうございます。どうも長野みやびです、よろしくお願いします。今日もたくさん話しましょう。めっちゃ歩いたんよね今日はね、歩きましたね、なんか連日歩いてる。長さんも明けおめありがとう、明けおめです。ずっと同居ではないよ。たくさんメールありがとう。いえいえこちらこそ、見てくれてありがとう。そうなんか返信にちょっといらっしゃるかわかんないんですけど、そうあの今日からメール取り始めたって方いてすごい嬉しかったです。ありがとうございます。アネビームさんいつまでいてくれるの、それは秘密。別府に行ったような気分になれた、ああよかったです。なんかそう地獄巡り昨日したって言ったじゃないですか、それのなんだろう感想みたいな、私が回ったルートで感想付きで写真送ったんですけど、そう伊豆千代さんありがとう明けおめ。そうあのね、そうね、修学旅行写真じわじわ来た、本当に修学旅行だったでしょ、全部ポーズが全部彼なの。しかもなんか今みたいな笑い方じゃなくてなんかねみたいな感じだったんですよね。うましかさんありがとう、パカロともちゃん明けおめありがとう、明けおめお久しぶりです。噛んでる。お久しぶりです、覚えてるよ。みずやんさんはじめまして、ほんとはじめまして、よろしくお願いします。今度回ってみようかな、すごい近所なんでしょ、行ったことあるんですか。家族に撮られた感の写真。まあ合ってるは合ってるじゃないですか。すごい今なんか声響いたね。ぷーちゃんさんありがとう、伊豆千代さん、博士くんさん明けおめありがとう。あ子供の頃に行ったきり、あでもやっぱ近くにあるとそうなっちゃうんですかね。そう地獄巡りをしてっていう話、ちょっと昨日ショールーム短かったからあれだったけど、そうメールでも話せたんで、私が何をしてたかが伝わったのかなって思いました。そう今日はね、それで私が行きたいって言ってた初詣にね行きましたね。温泉卵美味しかった。温泉卵はね私食べてないんですよ。アレビームだけ食べた。そうでもねあそうこれ聞きたかったんですけど、あずんだ餅ありがとう、お餅ガチ。あ前々から気になってか気になってたからフォローしたで、ありがとうやで。よろやで。そうあのね、えどこですっけ、えどこだっけな、そうあのねハンバーガーがあったんですけど、えどこだっけ、血の池地獄、血の池だっけ、そうがあったんですよ、ハンバーガーがあって、そうそれ私すごい食べたかったんですよ。そうなんかね、アネビームはねゆで卵とかも食べてたしお腹いっぱいだったから、そうあ血の池やっぱり。そうそこのねハンバーガーあるじゃないですか、ちょっとピンとこない方もいらっしゃると思うんですけど、そうそこのハンバーガーが食べたくて、あれってやっぱり名産とかなんですか、あの 名物なのかなって思って、そう次食べたいなって思ったし、そうあとアネビームが聞けって言ってきたんでちょっと教えてください。まほちちゃん明けおめありがとう、明けおめ今度食べとく、あじゃあぜひ感想メールでお願いします、あとお手紙待ってますよ。
ね。もうね、初詣にもね行ったんですよね。そう、話戻すと、そう、中吉でしたね。そう、昨日は全部大吉だったんですけど、はい圧かけちゃった場所が場所なだけに何に行くかとかちょっとそれは怖いねおみくじ引いた引いた、中吉でした。でも中吉って上から2番目なんですね。そう服破れたので破れとらんわいそう、肩出しですね。また吉かと思った。ちょっとうまいね、好きですよ今日もかわいいね、ありがとう。え、でも内容結構良きじゃなかったですか？占いじゃなくて、おみくじの。そう、中吉ね、上から2番目だったし、2回目引いたやつはなんか、1回目は普通のおみくじ引いたんですよ。なんか、なんだろう、なんとかみくじとかそういうのじゃないやつを引いたんですけど、そう、それが中吉で、2回目になんか、なんだろう、こうお財布とかに入れとくといいですよみたいな、装飾品が入ってるやつ引いたんですよ。そう、それがね吉でね。で、なんか最後なんか大吉とかそういうのは書いてないけど、そう、お土産ついてるやつ、そうそうそう、それ引いて、で最後にその大吉とか何吉とか書いてないやつを引いて、でなんかね全部ね同じこと書かれててそう、なんか努力をもっとしなさいっていうことを書かれててねちょっと足りないですね、努力がそう、だから、そう、あ、足りないんだって思ってそう、その後ね、ダンススタジオ行ったんですよねなんか、そう、そう、もうなんだろうな、3回も同じことをね言われてしまったら、神からやっぱ努力せなって思ってあ、今日おみくじ引いたら吉だった、へー、いいじゃないですか。吉って上から3番目ぐらいだから真ん中ぐらいらしいですよ。いちゅんちゃん、ありがとうハートありがとうございます。もも、ウニーラさん、明けおめ、ありがとう。ありがとんかつです。幼く見える、あら、ファイトありがとう、いずちよさん2時間くらいね、だけど借りましたね。そう、空いてるのがね、その時間2時間ぐらいしか空いてなくてね。そう魔法ちっちゃん、明けおめ、ありがとう。今日配信45分まで、45分になったら壇上読んで1位の人にお礼書きますって感じです。で、半になったらあれしますね、シール開封します。よろしくお願いします。そう、50分にね壇上とか読むとね、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、そう、結構ギリギリになっちゃうんですよね、壇上のあれとかが変わった時とかに。そうなのでお願いします。ひろちゃんさん、あけおめ、ありがとうあけおめ。あと、ま、くまくさんかな、合ってるよね、ありがとう、あきやめ。こうたろうさん、ありがとうあきやめ、どうも。あ、今日からメールを受け取り始めました、よろしくお願いします。うん、私がさっき話した方だそう、ありがとうございます。リラックマナイコンの方ですかありがとう、オリゴ糖です末永くよろしくお願いします。じゅんちゃん、ありがとう、ラブレター、どうも。ゆうさんも、ありがとう、あけおめともちゃん、ファイト、ありがとう
頑張ります。え、ありがとう。あら、合ってた。よかった。じゅんちゃん、あけおめ、ありがとう。改めてみんな、あけおめです。そう、でもね、初詣でね、そこまでめちゃくちゃ激混みってわけじゃなかったから、そう、大丈夫だった。あ、転職のために年末から福岡に越してきた。おみくじではかな、必ず成功、成功ずるって書いてあった。おお、良きじゃないですか。そう、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、頑張れ。すごい越してきたんだ。楽しんでね、効果。いいね。地獄巡りとアクティブですな。そう、あの、あ、姉ミームのね、お願いを聞きまして、お守りとか買った、買いました。ちゃんとね、去年のお守り返して、買いました。あと身代わりとかも買った。そう、なんか集めたくなっちゃうんですよね。改めまして、みやびちゃん、明けましておめでとう。おめでとう。あ、今日100回目の訪問。お、もうそんな来てくれてたんだね。ありがとう。やん、また来てね。メールで全身私服見れて嬉しい。あ、確かにそうね。あんまりメールでは送ってないもんね。インスタとかでしか全身って載せないから、ツイッターとかでもたまにしか載せない気がする。ああ、福岡だとやっぱり太宰府、そう、太宰府ね、絶対に多いと思って、そう、まあどこも多いと思うんですけど、人、そうなんですよ、別のとこにした。そう、多分ツイッターに写真載せたから見た方はわかるかもね。年女パワー見せつけないとね。そうね。じゅんちゃん、ありがとう。おもちどっち。14日1日に公演、あ、そうなんですよ、もう出たんですっけね、メンバー。そう、お昼に、制服の目ですよね。今日の髪型かわいい、嬉しい、よかった。ありがとう。です。お、よかったです、合ってました。なんか2回公演やる、に2公演やるって初めてですか、私昇格してから、昇格してから、うん、な気がします。イグネコさん、ありがとう。ハッピーニューイヤー。つけめんさん、ありがとう。あけおめどうも。初めてなんやないね、ですよね。なんかあれですね、ウキウキルンルンって感じ。みやびちゃんにあんまり怒られないようにする。怒んないよ。ねえ、翌日も制服の目あるから頑張ってね。頑張るね。全然、出張公演以来かも。あ、なるほどね、出張公演はね、お昼とか、そう、ノーパラやってた時は、すごい、待って、口回ってないね、お水飲みます。そう、ノーパラやってた時は2公演とかあったけど、そうですね、2日ね、3公演、おお、いいじゃない。そう、今年の目標をね、たくさん公演に出るっていうのあるので。まほちちゃん、ハートありがとう。ということで、196日です、ありがとうございます。あ、たかちゃん、かおなしさん、ありがとう。あけおめ、あけおめ、おめでとう。どうも。あと4日ね、100じゃない、減らしちゃった、200日。待って、喉鳴りそう。
ならなかった、大丈夫。今年もみやびちゃんの生誕祭行こうかな、待ってます。ここ点でやることになるのかな、どうなんだろう、ウキウキしちゃうね。10ヶ月後の話だけど。じゅんちゃんありがとう、星どうも。もうすぐ200日、すごいですね、そんな経ったんだね。毎日かわいいね。ありがとう。ここ点見たことないから楽しみ。なんかいいですね。いいねいいね。200日記念に何かする。あーそうだね、何かしようか。そう、何がいいかな。白熊さんありがとう、センスどうも。あとみゆちゃんでいいのかな、ありがとうございます、諦めどうも。そうどうでしょうね。あ、今日人生初めておしゃべり会に申し込んでみました、ドキドキ。もしかして私のですか、私のですか。なんとおしゃべり会握手会受付中です。よろしくお願いします。お祝いにケーキ食べる。あーケーキね、ケーキがいいってね。オンラインもあるので。ここてん可愛い曲多いもんね。ねーちょっとね楽しみですよね。ちょっとどころじゃないけど。なんかどうしたんですか、みんなコメント欄のなんか空気が悪くなってますけどね。ケーキ食べてケーキがいいって言うよね。年賀状、年賀状は書いてないね。景気が良ければケーキ食べよう。ちょっと私のネタのパクリみたいなのやめてもらっていいですか。マイナス50点です、出直してください。そう、あの私のネタをパクるのはね、あの禁止なのでね。うん、癒されるケーキは何でしょう。それなぞなぞみたいなやつ、癒されるケーキ、癒し、なんだろう、わかんないな。そう謎解きね、そう好きなんですけどね、なんだろうね、ホットケーキ。あそういうこと、あーなるほど、あー言われたら、すごい、ホッとするからそういうことね。はあ、まだまだですね。すごい。あけおめありがとう、ライオンさん。あけおめ。もう好きですよ私、謎解き。そうでも小学生の時とかはねすごい読んでた、謎解きの本みたいなの。そう、強がりたよけいさんありがとう、だるまちゃん。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。楽しみですね、いろいろ。昨日ねちょっとショールームバタバタしちゃったからね。そっとしておいてほしいケーキもホットケーキ、あほっとけってことね。うまいね、なんかみんないいですね。いいね、頭いいね。今日の髪型ナイスですね、なんかみんな言ってくれるね髪型。毎日これにしますよそしたら。赤いグリフォンさんありがとう、あきおめあきおめ。週一にしてもろて。でも週一では見たいんだ。公園でしてよ。そう公園ではね似たのねしたことあるんですよね、あのくまちゃん部屋ね、この位置ぐらいでやったことあるんですけど、そうその時ねいぶきにね怒られちゃったんですよね。そうあのくまちゃん部屋はその位置じゃないって、そうあの
メイクさんにあの髪型やってもらってる時からもうちょっと高くしてよって言われてたんですけど、そう怒られちゃったな。そうクマちゃんヘア警察がねいたんですよ近くに。やっぱね厳しいですね。もうだから次やる時はね、そう、あーその位置だと羊、なるほどね。そう怒られちゃったの。厳しい。そうねえクマちゃんヘアねちょっとねやってみたいですね。でも長さがね足りるかがちょっとわからないんですよね、あのマジレスというか。あの言ってしまうと、そうそうなんですよ、髪の毛がね長さが足りるかなっていうのが。みやびちゃんのおすすめ曲とかありますか？私シャニマスの曲聴いてます。え、シャニマス好きなんですか？私も好きなんですよ。え、なんかシャニマスも仲間ができてちょっとワクワクしちゃった。オラワクワクすっぞって感じですね。おすすめの曲 HKT ねーはー赤いアンマッカナンブレラ。最近ねやってないですよね。シンデレラなんていないって曲もね長野みやびちゃんって子が参加してるらしいですよ。初詣そう行きました、今日行った。いぶきちゃんに怒られるみやびちゃんとか想像しただけでほっこりする。あのね実はねどこにもあげてないんですけどね、いぶきが携帯持って撮ってくれてたんですよ写真を。そうあのね急に動画にされて、そう次はくまちゃんヘアやるときは高い位置でしてくださいって言われた動画があるんですよね。そうっていう小話でした。乗せなさい。そういぶきにも乗せてよって言われたんですけど乗せなかったです。ちょっと私がふてくされてしまったので。ふてくされみやびがね出てしまうんで。そう表情がね私の顔がそうなんかもう本当にみたいな感じだったから。ストーリー、ああなるほど、えストーリーって動画あできるんだっけ。もうまだねインスタ初心者なんでね。そうなんかインスタ変わりましたよね、アップデートされて仕様みたいなの。そうだからねまあ頑張りますね。そうお蔵入りにするのもったいない。じゃあしちゃおうかな。カナリアさんありがとう、明けおめどうも。明けおめお話か、横浜行く、あら待ってますね。マネビームに怒られてる時の顔はそうですね、うんみたいな感じ。ちょくちょくインスタアップデート来る、あそうなんだね、へえ、インスタ難しい、わかる本当に。そうツインテール警察は HKT には私ね、そうメンバーが何の髪型にしようって言ってる時にね先輩とかでもすかさず高見ツインってどうですかって言っちゃうんですよね。そこはねもう人見知りとか全くせずに高見ツインとか私見たいですねみたいな言っちゃいますね。ビーパップさんありがとう、もちどっち、自分説がありますねツインテール警察は。ん、長野家のお雑煮ってどんな感じですか、え、どんな感じかな、なんか味噌なのかな、わかんないけど肌色みたいな感じ、
今更なんだけど、みやびちゃんリスナーとちゃんと目合わせてくれるのが好きでハマった。イエーイそうコメント読むときはね、こっち見ちゃうんですけど、そうどうしても、そうそれはね目合わせたいと思ってありがとう、嬉しい、意識してるのでみやびちゃんのインスタフォローしてなかったのに今気づいてフォローしに行った。ありがとう、インスタやってますのでよろしくお願いします。かわいい、やありがとう、あけおめことよろ、ことよろいやいいですね、嬉しいですね。そう、いやみんなおせちとか食べました？そうあのね食べてなくてね、まだ間に合うかな、もう売ってないかな、さすがにスーパーとかに。見られるとこっちが目そらしちゃうじゃあずっと見てよかわいすぎてコメントの手が止まる、あらうまいんだからおせち食べてないかなうん、栗きんとんだけど食べました。あ、いいよね、私栗きんとん好きですよ。まあおせち食べた？食べてない？あ、おせち苦手？まああれですよね、なんか煮豆とかそういう昆布とか、なんだろう、だし巻き卵とかあんまり普段食べないものが多いじゃないですか、多分おせちってね、だからうん苦手な人もいるのか。おせちの中だと何が好きですか？何かな、うーん黒豆好きです。そうかまぼこ、あーいいよねいいよね、わかるわかる。でも栗きんとんも好き。そうエビも好き。そう田作り数の子、あー数の子は大好きですよ、本当にお寿司屋さんとかでもあったら頼んじゃうレベル。オレンジの変なやつ好きどれだろう、オレンジ、オレンジ色のものある、オレンジの変なやつ、豆系、なんだろう、オレンジ色、結構おせちってあれじゃないですか、茶色系とか黒とかが多い気がするけど、なんだろう、まあな、ナマズあ、はん、じゃあシールを開けます。今日は1月の4日なので、足して5で上から5枚目、 1,2,3、え、でも待って4枚目がすごい分厚い気がする。そうクリーム状のやつ、なんだろうね、あれですか、なんかまあ素直に5枚目にします。今なんかすごい取れにくかった、これにします。なんだろう、デザート系とかかな。へー、あ、当たりは出なかったですね。あ、でもこれはかぶってない気がする。これはカードゲーム風カードです。うん、これは見たことない、これです。あとでインスタのストーリー、配信終わったら載せるのでよろしくお願いします。取り締まり、権力800、防御力が700の、スピードが1100100で、フィールドに出ている全ての属レディースカードのうち暴走力1000未満のカードは
自分の山札に加えられる。うん。で、ただし攻撃力800以上のカードは逃げ切れる。また相手に権力1000以上のなんだ？マッポ？カードがあれば無効だそうです。こんな感じでした。裏はね、バトルカードゲームって書いてあります。そう、実際にはね、カードゲームそうできないんですけど、そんな感じ。マッポっていうの？マッポは警察、おまわりさんのこと。あ、そうなんだ。あ、でも警察の刑の字が書いてあるから、へえ、なんかちょっと勉強になりましたね。うーんって感じでした。ありがとうございました。へえ、そうなんだ。うっちーさん、ハートありがとう。どうも。ハート畑や。あと浜さん、モリーさん、レモネモンさん、明けおめありがとう。明けおめありがとうございます。なんかもう半田になっちゃったのね。すごい噛んだね今。そう、なんか話残したことないかな、大丈夫かな。うん、大丈夫かな。君大福さん、あ、ありがとう、明けおめ。ずんだもち、ありがとう、ハート。楽しい時間すぐ過ぎるよね。わかる。オンラインお話し会初めて撮りました、私の。ひだゆうさん、ありがとう。あと明けおめです。明日地獄巡りしてくるね。あの返信見てました。私と同じルートお願いします。この後 SNS 更新の予定は、さっきのカードをインスタのストーリーに載せます。すごい嬉しい、初めましての方も。絶対公開させないので待ってます。あ、ずんだもちありがとう、ハート。あ、かっさんありがとう、明けおめどうも。唐突やけど、ミニオンとかは好きやったりする？いい質問ですね。大好きです、本当に。もうね、私のなんだベスト映画何って聞かれたら、ミニオンって答えてもいいくらいに好きです。めちゃくちゃ好き。ミニオンズって映画があって、それの、ボブっていうミニオンが持ってるクマちゃんのぬいぐるみがあるんですね。近くにないな。そう、ティムって言うんですけど、そう、その子がね好きですね。そう、ミニオンじゃないんかいってなるんですけど、一押しは。パン屋の店員さんありがとう、あけおめ。つけ麺さんもありがとう。うん、今日マスタバの抹茶玄米茶もちフラペチーノ飲んだ。新作のだ。いいじゃない、美味しかった。どんな感じで入ってるんですか、お餅あれ。ミニオン好きなんだ。大好きですよ、本当に好き。月のロボが最初のなんかシーズン1みたいなやつですけど、そう、それも好きですね。でもミニオンズが一番好きかな。そう、ミニオンだけが出てくるから。そう、まあ、だけじゃないか。そう、ミニオンってどんなストーリーなの。なんかね、好きって言っておきながらストーリーの説明全然できないんですけど、月泥棒をしようと思ってる人がいて、なんか養子で女の子3人引き取ってうんぬんみたいな話です。そう、ざっくり、まあ、間違ってはないですよね。そう、間違ってはないでしょ、説明ね。ティムは知ってる？そう、そのね、ティムが大好きなんですよ、ボブが持ってるぬいぐるみ。そう、ミニオンの説明はできる。この子はこういうミニオンですっていう。
そう、クマ確認した、目がボタン、あ、そうなんですよ、そう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 、ミニオンたちはボスを探し求めてるんよね。あ、すごい説明がね、上手で、本当にもうそうなんですよ、あのミニオンはね、あのボスを探してる生き物というか、そんな感じでね、すごいあのコメント丸パクリなんですけどそうなんですよ、ボスを探し求めてるんですよ。で今に落ち着いたみたいな感じですね。シリーズ全部面白い、わかるミニオンって動物？いや、なんかね、なんかミニオンズって映画で、そう、あのね、冒頭らへんでね、なんかその説明みたいなのが出てくるんですけど、なんかね、動物ではないですね、その猫とかそういうのではないみたいな感じらしいよ、多分すごい、本当にミニオンズ見てるんってあの感じなんですけどねそう、ミニオンの生態は謎なんですよねあー、ミニオンズのポップコーンのやつ、いいな。そう、ミニオンの生態はね、そう、謎みたいな感じなんですよ、そうそこを説明してもろてまあそんな感じですねそう、ボスをね探してはね、なんちゃらって感じで、うん、なんですよミニオンが捕まえたボスは確か短命なんよねみんななんかあの説明がほんと上手ねそう、私ね映画ね見た後とかにね、なんかわざとアネビームが聞いてきたりするんですけど、どんな映画だったか説明してみてって。そう、私すごい苦手でね、あの見てなかったわけじゃないんですよ、その映画とかを。そうそうなんですよ好物はバナナ、そうそうなんですすごい、あのみんなのコメントをね、自分が言ったかのようにね喋ってますけど、ミニオンだとどの作品が一番、でもね最初のもね好きなんですけど、2も見ないと、あ、見ましたよ、あの出たやつはね全部見ました、映画。そう、あのね、なんかミニオンズとかじゃない方のグルーが出てる方の兄弟が出てくる話がね好きですね。あとね、私好きな映画があって、そう、ママビームがめちゃくちゃ嫌いな映画が嫌いな映画っていうとちょっと語弊があるんですけどそう、それつけないでよって言われるんですけどねそう、あの曇り時々ミートボールっていう映画があって、そうなんかね、簡単に説明すると、ずっと子供の頃からなんか発明品をまあ開発してる人がいて、でその人がなんか空から食べ物が降ってくるマシンを発明したんですね。そうで、本当になんかパソコンみたいになのに、なんだろう、例えばハンバーガーって言ったらハンバーガーが空から降ってくるっていう映画があるんですけど、アイスクリームって言ったらアイスが空から降ってくるっていうのがあって、そう、それね2まであるんですけど、そうめちゃくちゃ好きなんですよね、私それめっちゃ懐かしい、おー知ってる嬉しい仲間マロンさんありがとう、あけおめあけおめそう、結構前のやつですね、そう、全く知らない、嘘、わかりますね、へー、
見ましょう。そう、あのね、アニメアニメアニメ、そう題名だけ知ってる？え、見ましょうよじゃあこの機に見ましょう、みんなそう、海外のやつですね、アニメのやつ、ミニオンとかと同じ感じの。そう、でもすごくないですか、食べ物が降ってくるっていうのがあって、そうで、まあいろいろあるって感じの話ですねん空から降ってきたらなかなかやばいね。ママミームはなぜ嫌いなんだ。なんかね、すごい言っちゃえばあれらしいです、あのママミームからすると退屈すぎてちゃったって感じらしいですそうなんかね、ママビームが好きな映画とかドラマって、なんだろう、なんかドクターコトーです、合ってますよね、そうとか、あと何が好きかな、そうですね、なんかそういう医療系のドラマとかがすごい好きなんで、そうアニメ自体あんまり見ないのかな、合ってる、自信持ってよかった好きなアニメある？あのね、マドカマギカが好きです、マドマギ、あとマウルピングドラムってやつと、そうマドマギはね今映画ずっと待ってますね、もうほんと、あとねアニメか、もうね、窓マギ、窓マギ、ワンピースも好きえ、ゲームだと弾丸論破ってやつが好きです、そう、シンフォギア、シンフォギニア、なんかね聞いたことある感じ、そう好きですね、あと何かな、アニメか、そう漫画とかはすごい見るんですけど、そうなんですよね、イキュー、チェンソーマンのアニメまだ見てないんかそうなんですよそう、あのチェンソーマンはね、あのまだね漫画もね、わざと見てないし貯めてるんですよ、そう、ブリーチ、ブリーチは大好き、ほんと好きあ、45分、あら早いね、早いわね、あ、転生したらスライムってやつ、あー知ってる、名前は知ってるのよね、ということでちょっと早いんですけど読みます、壇上、アニメね、最近のはね全然、昔のなら結構見てたかな。13位はプーちゃんさんです。12位はアツさんです。11位は86さんです。10位は、あ、変わりました、13位はプーちゃんさんです。12位は86さんです。11位はゆーちゃんさんです。10位はまほちちゃんです。9位はアツさんです。8位はしろくまさんです。7位はたかちゃんかもなしさんです。6位はイグネコさんです。5位はチェジンヨンさんです。4位はカナリアさんです。3位はユウさんです。2位はともちゃんです。そして1位はドゥルルンドゥルンドゥルンバン、じゅんちゃんでした。おめでとうございますの寿司、お面書きます、書きます、ありがとう、こちらこそありがとうアバターもお着替えしてくれてるじゃん、嬉しいですね。クラウスさんありがとう、もちこちありがとう。もうアニメか、なんだろうな、なんか漫画だと推しが武道館行ってくれたらとかは好きですね、最近のだと。そう
他か、なんだろうな。他、他、あれとか好きですね。ダーリン・イン・ザ・フランキスってやつ。そう。そう、それですね。間違ってなければそれ好きです。そう、ゼロツーっていう子が出てくるんですけど、そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ。私のね、ドンピシャですね。そう、好み本当に好きそう、ね、日暮らしとか好きですね。そうだ、日暮らしの泣く頃にってやつはめちゃくちゃ好き、本当に。あの最新のも見ましたよ。ちょっと前のか。そうね、こう、ん、1,2,3,4,5、怖いやつ。ああ、日暮らしはちょっとね、血とかが出るから苦手な人は苦手かもしれない。そう、でもね、話本当に面白いですよ。どんなストーリーなのか、村があって、そう、なんかなんて言えばいいんだろう、そう、集落の中でちょっと事件とかがどんどん起こってきて、ひなみざわ症候群っていうのが発症されちゃうんですけど、ナタ振り回すやつそれだと思うそうなっちゃうと、なんか人間不信になっちゃってみたいな話なんですね。そう、でもなんかいろいろシリーズがあって、そう、説明がねちょっと難しいです。何書こうかな、何がいいです。え、でもやっぱまだウサギを、あ、じゃあウサギをちょっとなんか変化させときます。ウソだ、そうそうそう、それトラ、あ、じゃあトラとウサギを混ぜちゃいましょうかね。と、ウソだってやつ。他何見てるかな、アニメ。そう、ネットフリックスでよく見てるんですけど、うわ、なんか見たくなってきたな。あ、うん、いい感じ。そうそう、タイムリープしたりするあ、ミニオン、あー、書くスペースないことはない。ちょっとなら書ける。ちっちゃいけど、ミニオンか、書いたことないな。でもこんな感じじゃない？こんな感じですよね。あ、え、めちゃくちゃにうまい。うん。はい、書きました。おめでとうございます。ちょっと近くか。おめでとうわかる？これがミニオンですね。うまいでしょ。そう、ちゃんと見てますよありがとうございます。で、ちょっとトラ要素ですね。そう、ちょっとね、なんだろう、いるじゃないですか、ワンちゃんとかでもハーフみたいなのうま、ありがとう、じゅんちゃんうまいありがとう、ありがとうね、遠方から公園来てくれてまた待ってます。オッケーおすすめの部も聞いてくれてありがとう。はい、ありがとうそう、これですね。うまいでしょ。
って感じでした。1位おめでとうございますありがとう。はい、おめでとうございました。壇上に上がってる皆さんもおめでとうございます。見てくれた方もありがとうございました。オリゴ糖ですありがとう。それじゃあ今日の配信このくらいにしたいと思います。ありがとうございました。井戸千代さんお疲れありがとうじゅんちゃんお疲れありがとう今日のビーム可愛すぎんか、最後にいいコメント読んじゃいましたね。ありがとうございます。それじゃあまたね、おやすみなさーい。